小口城は、尾張国庭軍小口、現在の愛知県庭郡大口町小口に存在した、日本の城。長禄三年、織田博史金によって築城された、大工事城、八幡城とも呼ばれている。東西約50軒、南北約58軒の車に二重の堀と鳥類が、巡らされた形状であったとされる。文明元年、黄金は新たに築城した木の下城に移ったが、 文明7年に、息子の監禁に家督を譲って、小口に戻り、隠居所として、一万吉見県を築いて勘挙した。一万吉見県は公金の異名に基づき、名王元年、小田里市邸によって岸将山名徳寺と改められている。空堀模樹物見、櫓小口城は、木の下城や犬山城の市場として残されたが、永禄年間に、 織田信長の軍勢に攻め落とされて、敗城となった。その後、天正12年の小牧、長久手の戦いで、橋場秀吉法の稲葉義道が婦人した記録がある。跡地には、明治時代末から大正時代にかけて、大口大二小学校が置かれた。1994年と1996年に、主格部の発掘調査が行われて、井戸の遺構などが見つかっている。 1999年に、大口町リバーサイド公園構想に基づいて高さ17メートルの、物見櫓や出土品を展示する展示棟、名古屋城にの丸の大手門を模した門などが整備され、城主公園として開園した。井戸、と小口城主からはかつて、末木や弾木の破片が採集されているほか、マガ玉や銅鏡が出土したという記録があり、古墳であったとの説もある。 ありがとうございます。